ででんでん。去年のクリスマスのホワイトアルバム2やるった気がする。時間長えよ。来てくれ、こっち。ちょっと困ってるんだ。あの人形劇をやるんだよ。あ、ボランティアで公園に来た子供たちに、今日に限ってバーバラもジンジンも仕事が抜け出せなくてさ。頼む、俺を助けると思って。助かった。僕たちにドーンと任せて。いや、ジェミーの好感度以前にも子供たち。ジェミーさんとシンジローはお姫様と王子様の役をお願いします。お前それ主役やんけ。台本はお前なんすん。読みながらやってくれ。うん、分かった。シアター仕込みの絵。悪い竜と結婚させられる姫、はてさてどうなりますやら。ここで休憩。どうだった僕の演技、富小物。人形劇って結構楽しいね。だろ、俺たちも初めはバカにしてた。やってみると楽しいんだよ。今じゃここの
第2幕でしょ。そして王子は悪い竜を倒し姫を助けたのでありました。ああ王子様、悪い竜から助けていただき、なんとお礼を言ってよいのやら。こんな王子様絶対竜やに倒せんだろ。どんだけ商売や。絶対 RPG 撃って後ろのあれ、後ろの爆風で吹き飛ぶやつ。ああ王子様、あなたこそは運命の人。 RPG 撃つとき後ろ気をつけってもう説明言っただろ。もしよろしければ聞いてから撃って私と結婚してください。王子様、信じろ。おお。あの信じろ、次のセリフを。お姫様と王子様の、王子様愛しています。しゃあ、信じろ、セリフと違う。ダメだよ、ちゃんと芝居しないと。でないと僕、姫と王子は幸せに暮らしましたとさ。はい、おしまい、おしまい。信次郎何言ってんの。あんな時に言われても本気かどうか分かっ、パコれる。信次郎、このボケスケが。せっかくの人形劇を台無しにしやがって。待てこら。ロマンチックなキスはちょっと安心しちゃった。待てこら、根性